Tomoki, always great to have a chat. It's been an impressive few weeks for you, two starts and a Glasgow Derby victory. How has this period been for you as a Celtic player? そうですね、やっと試合に絡めるようになってきましたし、まあ、先発も2試合あった中で、まあ、自分らしさを出せたいい試合もありましたけど、まあ、さらにセルティックの勝利のためにもっともっと自分も成長しないといけないなっていう部分もあったので、まあ、課題と収穫があったいい2週間だったなと思います。 You joined in January from the J League, Player of the Year there as well. How have you found the adjustment to Scotland and Celtic?そうですね、やっぱり最初の方は違いがあって、まあ、自分自身そこに慣れるのにすごく、まあ、大変な部分もありましたけど、まあ、でも選手スタッフ、まあ、みんなそれが早く馴染めるようにいろいろサポートしてくれましたし、まあ、そのおかげで今ちょっとずつですけどコンディションが上がってきて、まあ、チームの力に慣れてるのかなと思います。まあ、やっぱり選手としてすごく幸せを感じてますし、いろんなその監督さんいらっしゃいますけど、まあ、そのボスのやるサッカーがすごく魅力的だと思っているので、まあ、すごく毎日の練習をすごく楽しみながらやれているので、まあ、今充実した日々を過ごせています。 I spoke earlier about the Glasgow Derby. We have another one coming up soon, of course. What did you make of the atmosphere? Was it what you expected? ホームでダービーは初めてだったので、まあ、やっぱりそのすごい熱量というか今まで感じたことない雰囲気で、まあ、僕自身もやっぱサッカーしてきてよかったなと思いましたし、移籍してきてすごいこの雰囲気を感じられて幸せだなと思いましたね。 There are four other players here from Japan. Has that really helped you settle in? すごくそれはあると思いますね。まあ、やっぱり来る時も大勢が家を探してくれましたし、なんかすごくそういうところでもサポートしてくれましたし、まあ、来てやっぱりその馴染む前にやっぱり日本人選手がいてくれたことで、まあ、すごく入りやすいっていうか選手の名前も覚えやすかったですし、まあ、選手の特徴とかも教えてくれたので、まあ、すごく助かったなと思います。Matt O'Reilly scored two goals on Sunday in a superb win. He called you a tank in the gym, saying your arms are bigger than some of their legs. Is this true? 盛りすぎです。いや、まあでも自分自身やっぱりジムにいないとちょっと気持ち悪いっていう部分はあるんで、まあより強く速くなりたいとは思ってるので、やっぱりこのチームで強い選手だったり速い選手がいるので、その選手たちに負けないように、やっぱもっともっと成長しないといけないって思ってるんで、もっと選手になりたいなと思います。